ランドサット4号はアメリカ合衆国の地球観測衛星。ランドサット計画の4期目の衛星で1982年7月16日に打ち上げられた。当初の目標は反世界的な衛星イメージのアーカイブを提供することであった。ランドサット計画は NASA によって運営されたが、ランドサット4号のデータはアメリカ地質調査所が収集、配布した。 ランドサット4号の科学的運用は、衛星が科学的データを送信する能力を失ったため、設計寿命を5年過ぎた1993年12月14日に終了した。衛星の安全運行のための遠隔測定と追跡は2001年6月15日に退役するまで NASA によって維持され、継続された。ランドサット4号は 85Mbit、 秒の最大送信帯域幅を持ち、マルチスペクトラルスキャナーが新型に変更され、画像用放射系センサーが搭載された。分解能は最大30メートルであった。打ち上げから短期間のうちに、ランドサット4号は太陽光電池の半分からの給電能力と価格データを直接地上に送信する能力を失い、予想よりも早く失敗に終わる可能性があった。このため、 ランドサット4号と同じ仕様で、ランドサット5号を早く打ち上げることとなった。しかし、データ中継衛星を利用する TDRS システムが稼働を開始したことによって、ランドサット4号の科学的運用は再開されることとなり、1986年1月にはスタンバイの状態となった。ランドサット5号が TDRS とのリンクをやめた後、ランドサット4号は、 衛星データの国際的なカバーを提供するため1987年に運用状態に戻された。TDRS とのリンクを得たことで地上局への視線を超える画像領域能力がもたらされ、1993年に TDRS とのリンクを失うまで運用を継続し、その後科学データの送信を終了した。ランドサット4号はランドサット計画で TM センサーを組み込んだ初めての衛星であった。ランドサットの TM センサーは4バンドのデータを収集する MSS とは違い7バンドのデータを収集可能だった。MSS よりも3つのバンドを多く持つことに加えて、TM データはより解像度が高いデータを収集でき、MSS の分解能が79メートルから82メートルであるのに対して、TM のバンド1から5とバンド7は、 空間分解能が30メートルであった。熱赤外バンドであるバンド6は最大空間分解能が120メートルであった。なお、ランドサット5号は4号と同じ仕様のバックアップ衛星であったが、その後25年間にわたって運用が続けられた。ありがとうございます。